鹿島郡美南町。先週土曜日、開店を待つお客であふれる店がありました。2007年にオープンしたイタリアンビュッフェレストランマンマミーヤです。およそ250席ある店内はあっという間に満席状態。行列の先には和風パスタにペペロンチーノ、6種類のパスタが並びます。シェフの調理パフォーマンスも見ものです。そしてお待たせしました、じゃがバターコーンピザ入ります。こちらは10種類のピザ、焼きたてを自由に選べます。そしてイタリアンの他にも、土日と祝日はその日に仕入れた新鮮なネタが満載のお寿司のコーナーも。平日はお寿司の代わりに目にも楽しいスイーツが20種類以上並びます。さらにもう一つの売りが、次のお待ちのお客様です。かわいいじゃん、コドラです。このラテアート、リクエストに応えて目の前でイラストを描いてくれます。これらがすべてリーズナブルな価格で食べ放題なんです。月に2回くらい、3回くらいお手頃で混んでて種類豊富に食べれればいいかなと思います。子供も好きなものを取ったりできるんで、使いやすくてよく利用します、うん、大人から子供まで幅広い層に支持されるマンマミーヤ。1ヶ月の売り上げは多い時で2300万円を超えます。客足が少し落ち着いた午後1時、店に一人の男性がやってきました。マンマミーヤを経営するマンマミーヤホールディングの社長、藤井正也さん、40歳です。2008年に会社を設立、従業員数はアルバイトなども含めおよそ50名です。店の奥で店長と打ち合わせを始めた藤井さん。スイーツビュッフェのケーキをお客がいかに取りやすくするかを話し合います。これでいいと思うけど、このお皿もちょっとフラットにしたんだよね。まっすぐの方がこう入れやすいよね。せっかくのケーキがぐちゃってなっちゃうからね。お客さんもやっぱりもあの持ってる時がやっぱ楽しいらしくて、森の形にもやっぱこだわってるお客さんいますんで、うん、ここのそれだけで、はい、食べて美味しいは当たり前なんですけれども、まあ、見て楽しいだとか体験して楽しいという、そういう部分もどんどんこう織り込んでいかないといけないなと思ってます。いかにして、まあ、あの競合他社さんがやってないことをあのご提案をして、でそれで、まあ、気に入っていただくということを考えてますので。高校卒業後に料理を学ぶためイタリアに留学した藤井さんでしたが、父親の死をきっかけに家業のスーパーを継ぐことになりました。ところが相次ぐコンビニの進出などによって経営が追い込まれ廃業。スーパーと並行してやっていた手作りピザの移動販売も最初は好調でしたが、次第にお客に飽きられ辞めることになりました。そうした逆境を乗り越え、マンマミーヤを大人気店に育て上げた藤井さん、来月には県内3店舗目をオープンします。一体何が成功への分岐点になったのでしょうか。ターニングポイント、その頃ちょくちょくビュッフェの店っていうのができてきまして、まあ、1000円そこそこで、まあ、あの提供しているあのイタリアのビュッフェのレストランがありまして、そこをあの、まあ、そこに家族で行ったことがあるんですね。そしたら、まあ、この内容でこの料金でこんなにも行列ができるのかっていうことを思いまして、で自分だったらもっといい内容でできるんじゃないかっていうふうに非常にあの強く感じたもんですから、ちっちゃいところがなんかチョキ出してて調子良さそうだから、うちはチョキね
同じチョキでもすごい資本力のあるチョキだからって言って、で資本力に物言わせてね、例えばそのより良い立地で始めたりだとか、より大きな宣伝広告出したりだとかというふうにね、同じチョキでも勝つ場合があるんですよね。私どもはそんな資本力ないですから、愛子だとやられるという立場なので、もう勝ちに行くには、ね、違うことをしないといけないよ。マンマミーヤが入るビルの2階、ここにはかつて映画館がありました。そこに藤井さんの姿が。ついていくと、およそ150席のイベントホールになっていました。カラオケの映像が流れる500インチのスクリーン、元映画館ならではの大迫力の音響システム、そして自由自在に作ることができる照明。実は閉館した映画館をマンマミーヤホールディングが買い取り、映画のスクリーンを使ってカラオケができる驚きのイベントホールに改装したのです。大音響と大スクリーンというのがもともと映画館なので揃っていたんですね。でしかもこういうひな壇のこう客席があって、っていう作りを最初から作ろうと思うと、ものすごくお金かかることじゃないですか。あるものをこう上手に利用して、面白いことできないかなと思いまして。藤井さん自らも工事に携わってきたこだわりのホール、来月オープンします。元映画館っていう物件が結構出てくると思うんですね。もう今あの家のテレビも大きくなりましたし、スマホなんかでも映画が見れるようになりましたので、元映画館だよっていう、そういう物件を上手にこう再利用するっていうノウハウを身につけて、これまたこれはこれで広げていければなと。まあ少ないですけども、資本とアイデア、これを生かして、まあ世の中にない新しいものを提供させていただくことで、大きな広がりをぜひ、ね、実現していきたいなと思ってます。飲食店は修行して腕を磨き、資金を準備することで比較的簡単に開業することができます。しかし競争は激しく、いくら味が良くても長続きするお店はわずかです。ご覧いただいた藤井社長は、家族のため、夢の実現のためという強く固い信念を持って、幾多の困難に立ち向かい、くじけることなく挑戦し続けました。そして自分にできることは何かを常に考えて努力を積み重ね、お客様の笑顔と満足を追い続けたことで大人気のレストランを生み出したのです。時代の流れや環境の変化に適応し、柔軟な発想とたゆまぬ努力、そしてお客様第一の発想をしたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。